富士さん、お疲れ様です。コムさん、こんにちは。お疲れ様です。はい、今日はなんか外ですね。これはそうですね、今日はコムさんの弟さんと、あと2期生の複数の方と一緒に、外部倉庫のね、見学というか、来てまして、はい、はい、というのも皆さんこう順調に物量が上がってきて、やっぱり外部の委託倉庫を使うフェーズに入ってる方が結構いらっしゃって、なんですけど、そのお願いしているね、倉庫の方がちょっと一旦キャパ調整したいから、新規の紹介はちょっとやめてねなんていう聞きまして、だからね、そこがね、僕らもボトルネックになっては困るので、やっぱり現場に来て現場をこうね、いろいろ把握した上で、お互いやりやすいやり方を模索して、お互い伸びていこうよっていう、そういうようなねお話をしに来ました。なるほどですね。はい、物販だとあれですよね、アマゾン倉庫も使えるけど、やっぱりアマゾン以外の倉庫を使う、ね、メリットデメリットするありますからね。ありますね、あります、はい、やっぱり規模上がってきたら、やっぱりね、アマゾンの倉庫だけじゃなくてあった方がいいですし、そもそもアマゾンの倉庫に入れる作業もね、物量が上がればやっぱり外部に使って効率化する方がいいってことはね、はい、ありますからね。そうですね、はい、でやっぱり全般的に倉庫業もそのやっぱね、いいお仕事をするところには当然ですけど仕事が集まってくるし、コストだけじゃない部分もあるので、やっぱり現場のね、信頼を受ける方がやってるかっていうのもね、次回ね知っておけると安心ですので、はい、足を運んでますね今日は。そうですね、今倉庫業全体的にもやっぱりこの、ね、コロナにおけるネットの活性化によって、はい、好調みたいですよね今ね。そうですね、で2つの側面で好調な要因がありまして、当然我々みたいなその新規でね、その物流を使って動かすっていうお仕事が、うん、プラスで追い風なんですけど、はい、逆にコロナの影響で本来市場に動かすはずのものが倉庫にまだ滞留してるっていうようなケースもあったりして、うん、そこ明暗が分かれているんですけど、倉庫業にとっては両方ともプラスみたいな、うん、ありますよね側面がね、うん、いや本当に物販っていうのは必ず物を、ね、動かすから、ね、はいはい、スペース単位だったりカートン単位だったりって、倉庫っていうのがだんだんとね物流上がると必要になってくるんですね。そうですね、うん、やっぱね、でも現場見てその丁寧に、ね、作業をなさってくださってるので、うん、安心しますよね。なのでね、きちっとしたところ、はいはい、最初ここはあれですね、うちの弟の会社で製造使ってたところですよね。そうなんですね。そこがよくね、ちゃんと段取りをやっぱり含めてこう、はい、委託してくれていたので、はい、ね、ロイ式の新規参入の皆さんにもね、安心してね、はい、お使いいただける状況があったんですけど、はい、まあね、こう今まではこう各々ね、ちょっとこう同じやり方ではなくて、いろいろな頼み方をしてた部分があるの でそれをちょっとね現場とお話しして統一することによってね、ミスがよりなく効率的にできるようになればいいなという思いで今日は来てます。はい、なるほどね。あとは費用もちょっとお勉強していただけないかなみたいな感じですか、ね、そうですね、当然ね効率化してね、量も増えるけど、はい、その分ね、コストダウンっていうのはね、やっぱりお願いしていかなきゃいけない部分なの そうですね、こっちからするとねコストになりますからね。そうですね、そうですね、はいはい、で今日はねこうその倉庫の建物ぐらいはこうお見せしようと思ったんです。あいにく今大雨で、はい、社内からちょっとね連絡してますけど、はい、特に今年のねやっぱりこう年末調整に向けてね、ちゃんと物流の体制を整えた方がいいですよね。やっぱりみんな規模が上がってきてるからね。そうですね、だからもう、はい、今日はもう具体的にもう社長さんとお話しさせていただいて、はい、どれぐらいのね逆に物量があればもうワンランク上げたスペースと人員を確保してくれるかみたいなね、突っ込んだ話はさせていただいていて、だったらこうできるみたいな提案をねこちらもできそうなので、はい、よりね作業環境よく、ね、着実に早くっていうところをねやっぱり現場と協力してねできるとね我々の強みになるので、うん、はい、目指してねそういうとこもねやっていこうと思ってますけども。なるほどね、
はい、僕たちこのロイスキーのメンバーも1期2期3期って増えていくと、だんだんとこの商人たちのグループがでかくなってくるからそう、あのギルドみたいな感じで、ね、ギルドみたいな感じでそうだんだん交渉力出てくるじゃないですかね、これね。そう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 なんですよ。だからね、一人一人だと、ね、やっぱりまあ小さい仕事ですけど、そこがね、はい、10人20人といると、はい、まあね、10倍20倍のボリュームなので、うん、それなりのやっぱり量になるんで、はい、でそれがね、その変な話だけど、まあね、あの力ずくではなくて、やっぱり現場に入ってね、協力体制築いて、何よりもね、我々の仕事を優先してくれるような、うん、体制をね、外注先にも作っていきたいっていうのがやっぱりポイントですよね。そうですね、うん、一人一人で言ったらもう交渉とかね、もう本当にね、ふんって感じですけど、向こうまで、こんだけの規模になってくるとやっぱり大所帯って感じでね。そうですね、で何はともあれね、ここの頼み事先にやろうよっていう空気を、その現場の作業員も含めてね、方も含めて、はい、醸成していきたいっていうのがやっぱりね、あのポイントかなっていうふうに思ってるんですよね。うん、なるほどですね、うん。いいですね。はい。ね、今日もあの熱心に弟さんも現場入ってね、はい、見違える姿で活動してるのが楽しいですよね。楽しいです。あの最初のね、全く何もできなかった状態からスタート。じゃあこうしてったらいいんですねみたいなね、話をこうしてるので、はい。すごい、はい、頼もしいなと思いますね、はい、ということで今日はロイさんはの倉庫からということで、ね、現場からの中継っていう形でした、はいちょっとね、あのいろいろプライバシーがあるんで、ね、ちょっと映せないんですけど、はい、はい、わかりました、はいはい、では引き続き、頑張りましょう、ねはい、あのはい、もう倉庫現場含めね、みんなで一致団結して頑張っていくので、ね、はいはい、日本の経済を良くする、ね、活動ですから。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。